今すぐに二人を連れ出さなきゃ。はい、ドンパテモス協会でございます。というわけで今回もラストオブアースの方をやっていきたいと思います。スカーでしょ。はい、ヤーラと、レブちゃんをね助けに行きたいと思います。今回は少々戦闘も多くて大変、頑張っていきたいと思います。さあ、落ちないように落ちないように。やった。でちょっとナイフ作っとこう、ちゃんとナイフとナイフでいいかな。で銃、サイレンサーの銃に合わせといていきます。まずいきなりスカートの戦いになりますので、まあここちょっと少々ダッシュをして、この左側にあるトラックね、なかった？いらねえわ。トラックね。トラックの奥側、左側に回り込みます。まあ、このゴーって言ってはしゃがみましょう。で、ここもね、ちょっと少々コツがあるんですけど、向こうからスカーが2体来ますので、こっちの右側行くやつ奥行くんですけど、ここ2手に分かれるんですよ。このように、こっからね。ちょっと仕切り直しです。大丈夫ですね。焼夷弾作れるか作っとこうか、この間にね。ちょっと時間ありますね、この間やりましょう。こいつは向こう行きますので、こいつ。さあ、こいつが来たときに。しょっぱなに来たときは、普通に行くとちょっと遠回りする場合もありますけど、まあ、ここで待っといてもらえれば、なんと、どっちにしろやれますんで、こうやってね、ステルスで。さあ、倒したら、さっさと、後方前進になり、ここ通りましたら、後ろから行って、後ろからステルス。さあ、戻っていくかな？戻ってきましたね。よし、OK。はい、いい場所。いい場所ですね。はい。で、こっからがちょっと少々大変。運も絡むんですけど、そこに一人がこっち出ていきます。ほんで、ツルハシ持ったやつがそう、うろちょろして、もう一人も、まあ、向こうにいるんですよ。三人いるんですけど、こいつは出ていくんでいいんですけど、あそこにいる、ツルハシ持ったやつ、それともう一個向こうにいるやつね、奴らがしっかり離れるまで待ちましょう。こいつね、ツルハシ、まあ、はってやってますけど、行きました。これぐらい行ってから。このヘッドショットだけしっかり決めます。で、しゃがんでいく。多分これで大丈夫。そのツルハシのやつが向こう行ってたら多分問題ないんで、おそらく行けるはず。たまねえな。よしよし。で、この状態で、バレるけど多分大丈夫です。多分間に合う。ほらね、大丈夫です。このように、敵がいようが、いけちゃうという感じでございます。いいって言ってますよね。知ったこっちゃねえ。まあ何度かやればいけると思います、ここは。さあ、じゃあもうこの辺、作業台、あ、そっか。ボウガンちょっと、せっかく手に入れてから、ちょっとカスタムしていきますか。あるかな、そんなにも素材が。76素材ありますね。まあ、ボウガン最優先にするものは、やっぱりスコープかな。スコープとブレを、軽減したいなと思いますね。はい。まあだけどもうこれ以上ないんで、これで OK と。で、ついでに、これもいけるかな？ 30 では無理か。聞き耳範囲上げたいね。これは40まで行きましょう。で、この辺にあるもの多分ないでしょう。あ、ちょっとダメージもらってね。これ食べときます。じゃあ行きましょう。あ、ちょ、はいじゃない。パンチしちゃった。まだいるといいけど。今回少々長いね。急いでいきます。はい。嘘でしょ。ねえ、まだいるの？入ってくるな！私。ごめん。あの子は。いやだ、痛そう。腕動かすよ。
おいで。どこに連れてくの？いいから。どうする気？死なずに済むかも。というわけで水族館に帰ってきましたね。オーウェン、どうやって連れて帰ってきたの？よくやるよな、あんなに使いたのに。オーウェン、ねえオーウェン、起きて。どうした？スカーか。医療キット全部持ってきて。平気だから弓を出せ。この弓だ。アリス、下ろせ。アリス、早く弓を下ろして。なんだよこいつ。アリス、レブを下ろして。お願い。その子たちは命の恩人、手当てしてくれない？平気よ。この子はヤーラ。どうしたの？ハンマーで。私じゃない。寝かせて。これはどう？やら、ダメ。消毒してはめ直そう。骨が砕けてる。コンパートメント症候群。それどういうこと？切断しなきゃダメってこと。ヤーラは兵士なんだ。腕を切るなんてダメだよ。残せば壊死してしまうの。何でもいいから痛みを止めて、お願い。何がいるの？理想を言えばノコギリ、縫合紙、監視に抗生物質。でもそんなものここにはない。ナイフはある。火もな。切って焼けばいい。それじゃ感染症で死ぬ。リスト書いて病院に行って必要なものを。丸一日かかる。それでもいい。アビー、あなたが良くてもこの子が持たないの。2時間で病院に行けるとしたらウルフの病院でしょ。西にあるやつ。2時間。橋を作ったんだ、高いとこにね。そうやって洪水とお前らから身を守ってる。2時間なら間に合う？ええ、多分ね。リストちょうだい。待てよ、お前正気か？スカーが使ってる橋だぞ。少人数でしか使わないんだ。少数なら平気。バカはよせ。行こう。お導きをお守りください。アビー、アビー。メールが来ちゃってたとはね。何？お前、それ俺の鍵。ごめん。な、ちゃんと話そう。何を？なんでこんなこと。さっきいきなり来たんだよ。メールが。昨夜のことは忘れてない。そんなことどうでもいい。よくないだろ。開けて。後悔するなよ。よしか。複雑ですね、アビちゃんね。そう。メールがいてラッキーだって。ちょめちょめしちゃったからね。シアトル一の外科医だからね。
あの男の人の名前は？オーウェン。何もあったっけ？オーウェン。バビー。犬の名前はアリス。何もねえわ。で、知っちゃおう。ごめんごめん、お待たせ。橋はそこだよ。すぐそこの道を進めばダウンタウン。はい。あの、高いビルがあるところね。あんたちゃんと道分かってんの？流れが急なところから出発。橋使えば急流を越えられんの？うん。しかも、たったの数時間で。嘘じゃない。そう。そう。ちょっと作れるもん作っとこうかな。何も取れねえわ。相変わらず何も作れねえ。で、レブがそっち行くんですけど、まぁ、ちょっと無視して、ここ、バーバーショップがあるんですけど、ここにちょっと大事なものがあります。ここですね。はい。コイン。はい、ネバダ州ですね。はい、やりました。ここに一応絵があるんですよ。犬の絵。うちの犬もカードで遊べるんだ。自分これでも13歳だよ。身長は8歳児並み。冗談のセンスないって言われるでしょ。まあね。まあね。はい、こういうお話があるということです。コンパートメント症候群って何？筋肉が圧迫されすぎて血が組織を行き来できなくなる病気。組織？体の内側にある皮膚みたいなものだよ。物知りだね。周りに医者が多かったの。メルモさん。で、この中さっき入りましたんで、こっち登って、行き先はあっちなんですけども、まあ、先にちょっとアイテムがここにありますんで、もらっていきましょう。はい。まあ、ぼちぼちとサプリメントがね、あるんでね、これ大事です。もらっていきましょう。ここね、気づかずに行っちゃいそうなことがあるんじゃないかなと。私もしょっぱな全然気づいてませんでした、ここね。はい。で、ここから開けて、まあ、その細いとこ渡っていくんですけど、別にまあ、ここからでも帰れるんで、こっちから行きましょう。はい。じゃあ、進んでいきます。行き先はこっち側からかな。はい。まあ、この段差を落ちると死んじゃいますんでね。そこまで泳いで、あの、石に捕まれば、助かります。このビルのてっぺんまで登ろう。そうだね。スカイブリッジに来たことあるんでしょ？ある。ここスカーたくさんいるの。セラファイト。セラファイト。あっても平気でいられる？昨日は平気だった。あいつらはあんたを追いかけてたし。他の奴らも同じ。上がっていきましょう。で、ネズミが走ってる。ここには、そうそう、アーカイブがございます。はい。読む。ウルフだとセラファイトだと、とりあえず助けてくれみたいな感じですね。はい。だそうです。はい。で、ここアイテムなんかあったっけな。あんまいいもんなかったような気もするんだけどな。ここも出れなく、割れるけど出れない。多分大丈夫だね。ただこの隣の部屋は行けますんで、そこは行っときましょう。気をつけて。ここね。はい。さあ、取れるものは取っとく。まあ、ギアがね、ありますんで、大事です。おお、死んでる。はい。死んでますね。へい。さあ進んで行きましょう。はしご登ります。ここはおそらく何にもなかったと思うので、このままジャンプ、もちろん落ちたら死ぬんで、でここにギア、はい、取りましたね。ねえ平気？
平気だよ。平気だよ。本当に？本当だってば。本当だってば。高いビルが近づいてきた。はい。近づいてきましたね。さあ飛び降りる。終わらなくていいんですけど、わらずとも開けれたような気がするんだな。迂回しないとダメそうだね。そうだね。さあここには異物がありますね。ちゃんと取っていきましょう。まあ、逃げ出したとこか。とにかく遠くに行こうって。追われてる本当の理由話してくれないの？もうした。頭剃ったからって子供を殺すわけ？禁じられてるし、規則を破ったんだ。マジ？なんで剃ったの？わかんない。パンク星人？パンクって？あんた規則破るの好きなんでしょ？まあそうかもね。はい。で、先ほど書いてあったのはこのお隣さんとのやり取りの手紙という感じですけども、この304と302の番号を合わせたのが、金庫の番号になっているよということなんで、その金庫はここにあります。アイテムはここになかったかな。はい。303なんで30ですね、まずね。まあ、勝ちって言いますんで、まあ、勝ちって言うたらし。で、43かな、多分。43か23。違いますね。じゃあ、23ですね。はい、じゃあ、チって言いましたね。で、04。はい、OK です。勝ちというのを前回教えてもらって非常に助かった。はい。よし。で、ここにもアイテムがあるが使えない。この武器を強化しておきたいですね。ちょっと武器の強化はね、ちょっとしておく方がいいと思うんで、まあ、できるアイテムでも見つけまし、アイテムでも武器でも、近接武器でも見つけましたらね、はい、強化しておくといいと思います。ん？あ、ただの角材？バット？あ、バットか、じゃあ。鬼バットにしましょう。間違えた。鬼バットにしましょう。いや、4発か。いや、ちょっと待った。この後にもうちょっといいものがあったような気がしますんで。そっちを優先しますか。ちょっと開けて。ちょ、バグった。バグった、ちょっと。あぶね。バグった。たまにバグるかな、このゲーム。こえー。バグってね、抜け出せない時あるんですよ。こえーわ。サプリメント。よしよし。危なかったー。今んとこ止まったらどうしようかなったな。これ作れるね。あと、ま、ナイフも作っておきたいかな。よし。さあ、これでいいかな。もう取ったね。この先なんかあったっけな。ここに、ここだったかな。ここじゃねえか。あ、ここじゃないね。よしよし。うん。よし、じゃあ行きましょう。進めると戻ってこれないとことかも結構あるんでね、ほんとね、途中途中こまめにね、セーブをしていった方がいいと思います。はい。はい。ラトリアに出てきました。ここには矢がここにありますんでね。いいね。いいね。あと何もなかったかな。それいつ頃から使ってるの？この弓？ずっと前。いい腕してる。ヤーラの方がうまいよ。さあ、これピコンって言ったかな。なんでヤーラがあんな目に。はい、オッケーです。人は残酷なの。母さんがウルフは残酷だって。間違っちゃいないよ。母さんが心配。なんで？母さんが心配。自分のせいで責められるだろうから。そうか。親思いのいい子ですね。で、ここにあのネジがありますんで取っておきましょう。あとは何も言ってなかったかな。ここら辺はなかったような気がします。で、ここなんですけど、一旦ここセーブした方がいいと思います。セーブします。で、ここね、そこね。ああ、で、いいか。
しゃがんで降りようかな。ここね、敵がこうやっているんですよ。ここいるんです。あそこ配置されるんで。でね、デブとフリッカーもいるんですよ。だもんで、まずはこいつをちょっと決めて呼びます。敵がそこ集まってくるんで、爆弾死んだかな。まだ生きてるか。にしても投げだけならどいたろ。ああ、死ななかったな。もうこれ大体死にますんで。ただ豚、はい、豚が来るんで離れて。クリッカーもいるんでちょっと気をつけた方がいいですよ。はい、デブ、あ、いいね、やるじゃない、デブちゃん。危ね危ね危ね。まあこうやってね、ちょっとほじくり出してやる方がいい。もう爆弾でほぼあのクリッカーとこいつら以外死ぬとき、まあこのデブも死ぬときあります。うわ、すげえ足跡ある。うん、こんな感じでいいんじゃねえのかなと思います。まあもっと上手いやり方あるかもしれませんけどね。まあこんな感じで私はやります。なんで、なんとなく覚えてない。まあ素材もぼちぼちありますね。爆弾使っちゃったんで作っときましょう。はい、あーサイレンさん、これ絶対やっときましょう。はい、あとなんかあったっけな。ここアイテムがそこそこあったような、なかったような。むちゃくちゃいいものはなかったと思うんですよ。はい、回復薬でしょ多分これ。回復薬はいらないね。ちょっと、またバグった。あぶね、もう。なんでこんなバグるかな。怖えわ。くるくる回ってんだよ。ショットガンの弾ね。なんでくるくる回ってた今。びっくりこいた。まあこれは関係ねえな。もう取ったって意味ねえもんな。もうこんなもんかな。そこの車、そこのところに、車があるんですよ。それ飛び出すと確かもう戻ってこれなかったような気がするんで、一応しっかりと散策しておくのは、あ、いいね。こんなとこまでぶっ飛んで死んでんや。これクリッカー、そのランナーもしくはストーカーですね。結構ええとこで、ええとこまで吹き飛んでましたね。よし、じゃあ行きますか。はい、ね、よいしょ。はい、危ねえ危ねえ。まあどっちでもいけるかな。はい、あっち側からさすがにいけないか。そっち側からは回れないね。はい、危ねえ、落ちそうになった。でここなんですけど、真正面に、はい、異物ですね。それ誰、知らない。そいつもウルフなんじゃないの。そうだけど大勢いるし、スカーも交換してくれるリストですね。呼び方やめてよ。わかった。はい、ネジ。はいはい、もらえるものはもらっていく。ネジね。でここ、まあもうあんまし行く行かない、意味あんまない、関係ないような、いや、ここ、あ、ここじゃなかったわ。まださっきかな。この作業台がありますね。よし、ここで。やりましょう。はい、ボウガン、これはもう極力ちゃんとやっておきましょう。もうボウガン一択でもいいんじゃねえのかなと思ってますけどね、私は。これで、はい、一旦ね、この辺は。はい、よし、オッケー。次もできればボウガンですかね。あとこれいけてるかな。サプリメント50か。効き耳の範囲上げときましょうかね。
そっちの方がいいよな。聞き耳範囲上げましょう。まあ、あの、命に関わることなんで。よし、これでいいや。もう、遠くまで見えればそんだけね、助かるというか敵に気づくのも早くなりますので。はい、じゃあ行きましょう。で、これ入ってきたとこか。入ってきたとこじゃねえわ。こっから渡るか。あそこに渡るんだな。そうや。そうだった、確か。ほい。はい。はい。はい。じゃあ、ここですね。まずはここ。ここ大事なものがあります。ここに。これ忘れやすいんで、気をつけてくださいね。ここでね、はい、コロラド州のコインをゲットいたしました。はい。で、あいつもそこ入っていってるんですけど、その前に、ちょっこしした、エピソード言うほどでもないけどね、まあ、あんま行く意味ないんですけど、まあ、この辺ちゃんと取っといてくださいね。とある場所があって、そこ行くと、ちょっとした会話があります。はい。何もねえか。うん。この下降りられるんですよ。レブ君かな。あ、来てるね。よしよし。偉いぞ。レブ君偉い。あんまね、いいもんないんですけどね、ここ。ここにね、こう、絵がありまして。レブ来た？来た。猫だ。そう、猫だよ。猫が踊ってる。うん。昔の人たちって変なの？というね。っていうだけですけど、うん、大したことはではないです。はい。もうこういう会話もあるぞということで。でね、バットをこれ取ったけど、バットって4発ぐらいで多分アウトになっちゃうんで、ここの、ここにですね、これかな、バールがあるんですよ。こっちの方が多分いいと思うんで、こいつを、あ、間違った、また間違った。あ、これ、ハサミ取ったら、これね、改造したいと思います。はい。で、この車の上から飛ばないと落ちちゃいます。で、この段差のとこから、滝みたいにちょっとなってるでしょ、軽い滝。あそこから落ちるともう死んじゃいますんで、気をつけてください。はい。じゃあ帰ろうかな。なんだよこれ。的なってんな。じゃあ行きましょう。はい。さあ、いよいよと。いよいよってわけね。結構ね、進めていきましたよ。こんなかなんかあったっけ？まあいいや。よし。じゃあ一旦ちょっとここ行ったらまた戻ってこれなくなると思うんで、セーブしたいと思います。はい、セーブしました。じゃあ行きましょう。レブ君。そんなやつについていったらダメでしょ。ありますからね、こういうとこ。あいつについていくとね、ほんとね、取りこぼすものも結構ありますので、一旦落ち着いて周りを見回しましょう。はい、ハサミね。あ、ハサミやった。これで強くできる。これはね、強くしておきたい。鬼鉄パイプになりましたね。鬼のような鉄パイプ。やばい。殺傷能力、レベルアップですから。で、レブね、そこ行くんですけども。はい。あんなとこ乗ってくんだよ、あいつ。すごくね。苦手だって分かってるよ。回り道すれば、そんなに嫌なら、すっごく嫌。すっごく嫌。すっごく嫌。まあ、特に何もないんで、飛んでいきましょう。まあ、多分何もなかったでしょ、これも。入ってないよね。はい。どこが高いとこ苦手だったの？よいしょ。気持ちわかる。はい。よし、登ります。はい。着いたよ。着いたって？ついてきて。はい。どんだけ上まで行くの？おお、やばいね。だいぶ高いとこ来たんやろな。
結構高いとこ上がってきましたね。そう、アビちゃんはね高いとこが嫌いだから。これでも多分何もなかったよな。単純にもう落ちたら流されていって死亡ですよこんなもん。はい、まあ、じゃあついていきましょう、レブにね。はい、またこいつは身軽にね、あんな余裕で行くんだよ。簡単だったよ。だろうね。いやね、やつ身軽なんだよあいつ結構本当に。でここにまあアーカイブあります、ついていかなかったおかげで。はい、まあこれは休戦協定ですね、ウルフとスカーのね、その時の書類。あとなかったっけな、ここ、これぐらいかな、素材もなかったね。はい、こっち。はい、なんかアイテムなかったかな、もう一応ちょっと確認しつつ行きたいと思います。見落としてたなんて、ウルフは上見ないし。ウルフ上見ないしって、どういう意味、バカみたいじゃない。はい、殺されそうになったってのにまだ仲間って言うわけ。起きて破り、くそ、入れたぞ。まあ、というわけでね、戦闘に入ります。ちょっと前に飛ぼうかな。でね、結構ね、こやつらをと戦う、そう、来てっしょ。なぜ戻ってきたに、こうやって、ほい、あぶね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 、ちょっとちょっとやってくるんで、やつら来たやつを始末していく、ショットガンとこれで。はい、まあ、多分入っていきますんで、それまで待とうかな。多分来る。ここから来やがんで、あっち先やるか。よっしゃ、おめえ。はい。順番にやっていく。腰抜けめ！来たらやる。あと二人かな。ここはね、殴り。殴りで攻めましょう。こうな、ああいうとこにいたら。あったあった、もう、殴り切れなかった。あ、まあ、じゃあ、もう、知った、もう、やめろ。あと一人どこ行った？もういるね。ナイス。小僧ナイス。もう多分こいつで終わり。そこにいるんだろう。殴れ。そこにいたか。よいしょー。はい。一発もらいましたが、まあ、こんな感じで。はいです。イエーイ。まあ、こんな感じで。このために、ちょっと武器は強化しておいた方がいいんじゃないかなと。大丈夫？まあ、うん。お、痛かった？大丈夫？見せてみな。見せてみて。平気だってば。本当かよ。強い子だね。自分が何て呼ばれてたか聞いてたでしょ。うん。うん。なんでかって聞かないの？あんたは聞いてほしいわけ。うん。聞いてほしくないんや。そっか。なんで頭反ったぐらいであんた追われてんのとか言って。言う聞いたのに、そこは聞かない。なんかあったっけな。ここ。ここの戦闘は、まあとりあえず、銃撃戦とかでやると、奴らスピード速かったりとかするんで、まあ殴りで、やっちゃった方がいいんじゃないかなと、思っております。もっといいやり方もあるのかな。最初はね、私ね、爆弾でね、ボカボカ補足に戦ってたんですけど、もう殴った方が早いという結論に、ね、最終的になったんで。はい。まあ、ここもかなりいろいろとやり方を模索した結果、これに行き着いたという、まあ、私の知恵をね、絞ると、これぐらいのものしか出ませんでした。まあ、ここさっき見たとこです。じゃあ、進めていきましょうか。はい。じゃあ行きましょう。ここですね、目的は。これなんかあったっけ、置いてなかったな。はい。じゃあ行きましょう。はい。はい。来てる？行こうぞ。
ここぞ。上がってこねえな、あいつ。あ、手当てた、上がってきた。はい、あの方だよ。スカーが作ったの？セラファイト。セラファイト。セラファイトね。かなりナイス。ナイス？何それ？いいねって。あ、あ、じゃあ裏返しなかったな。一応裏返しておきましょうか。まあ、あのマーク書いてあるだけですけど。綺麗だけど。はい。預言者はこうなること分かってやってたのかな。あのお方は不思議な力を使ってたくさんの人を助けたんだよ。トラックを爆破して兵士を殺したの。どこが不思議？あのお方の本は読んだことある？少しだけね。あるんや。多くを学べる。あっそう。あっす。じゃあ行きますか。なんかアイテムはここにあるね。置いてある置いてある。ネジが作業台でもあんのかな。あったかな。あった。やっぱちょっと待って、もうこの先ちょっと取れるも取ろう。サプリメントもある。よし、これで、あとはさあ、ボウガン、ボウガンでいいでしょう。ボウガン全部リロード速度上げとこう。いざという時にね、リロード遅いとね。てか、ボウガンで連射できないから、毎回リロードなんでね。あ、無理だ！全然ねえわー。もう一回じゃあ。まあいいや。よしよし。で、ちょっとサプリメントが溜まってますんで、42サプリメントか。これが生きてるから、多くのナイフが工作できる。改良はきっと。ピストルの弾、どうでもええか。うん、いいや。貯めときましょう。待ってるよ。めっちゃチェって感じで待ってますけど。なんか作れるもあったかな。この爆弾、爆弾作っときましょう。この武器がもう終わっちゃうんだよな。修理できねえな。ボーガーにしときましょう。6発貯まるか。よし、じゃあ、上がっていきます。私が先行く。先行ってますけどね。はい。マジでどれだけ登るつもりなの？今更かもしれない。やべ。息子さんのことは気の毒だったな。あの子は今預言者様と共に勇気ある死だ。誇りに思え。そうだな、ありがとう。長老から新たな子を賜った。光栄なことだな。エリザベスは喜んでいるけど、まだ心の準備ができている。はい、長老たちのご判断だ。万事うまくいくだろうさ。ああ、だろうと。よし、ちょっとこれで一旦セーブします。はい、というわけでセーブいたしました。で、あそこにね、降りてくるんですよ、絶対に。こいつがね。こいつを、砲丸で、やると、とにかく。これが大事。で、こっからなんですけど、少々厄介なやつがいまして、あー、ちょっと道悪かったかな。ちょっと位置悪かったかな、倒した位置が。あそこにね、でかいのがいるんですよ。でかいゴリラ女が、そこにね。あいつをね、ちょ、レブ。やっときたいんだけどな。多分そのあたりから出てくるんで、しっかりと頭を狙っておきたいんだ。よした、オッケー。し、こいつをやったら進める。そうすると、こっちが多少ね、安全地帯になりますんで、このままもう上がっちゃいましょうか。ここ階段で上がれるんでね。行きましょう。なんかね、チンタラやってる造園呼ばれたりとか、見つかるとね、すげえ数が増えるんで、で、ここ一人、こっち来てくれるんで、そこの方ね。そこの方こっち来るんで、ステルスで始末。もうこの辺決まった妙なもんなんで、来たらここで、バレないように引きずり込む。
よしな。離せ。オッケー。死ね。よし、オッケー。あそこにな、弓持ってんのがいいんだな。弓持ってんのはいいんだな。あいつを始末したいんだよ、私は。無理か。俺のタイミングで無理だな。あいつをやっておきたい。あいつをやっておきたい。あいつをやっとかないとね、やばいんですよ。あーやべえな。まあ、いいか。行っちゃおうか。この上をね、うろちょろしてるやつがいまして、こいつもなかなか厄介。こっちのタイミングとあっちのタイミング結構あるんで。危ない危ない危ない。ちょっとやべ、外しちゃった。行くんだよ。そんな、起きてやめりがいた。バレてる。え、誰がバレたん、バカ。さて、セーブいたしました。で、こいつね、絶対降りてくるんで、この瞬間、やった、ヘッドショット。OK。ここはちょっと素早く行きましょう。で、こっちに行く。手前で死んでてくれよ。あ、まあまあ手前で死んでくれた。この位置によっても全然変わってくるんでね。あ、ボーガン帰ってきたね。で、そこにね、こいつがいるんですよ、これ。よし、まい。うめえぞ。こっち戻ってくる場合もあるんですけど、まあとりあえずあそこでいいや。やれたらやれたら。でね、あそこにね、この上にです。あいつがね、矢を持ってて厄介なんですよ。あいつを始末しないと、この先のルートがね、面倒なんで、ここから、できかな、できねえな。狙えねえな。まあ、どっかそこにいるか。ここでやれるかな。こっち、こっち、こっち、こっち。こっち。オッケー。とりあえず見つからないところでね。お願い。で、あいつ、やつだ。やつを始末したい。あ、しくった。タイミングしくじった。やつを始末してんだよ、俺は。外した。危なかったー。よし、ここさえやっちゃえば。次はこの上にね、うろちょろしてる二人がいるんですけど、三人か。ああ、あれ大丈夫だな。あれやりますか。あいつやりますか。あ、した。これはダメだ。下手だ。非常に下手だ。よし、行け。よし、いった。あと二人。あと二人、この上にいいんだよ。これと、あそこにまたいる。よし、まい。よしよしよし。あとはサイレンサーの銃。でも、ほぼ倒したんで、あとここにいる一匹だけやと思う。こいつにね、割れると非常に厄介ですんで、動き出したかな。あ、ダメだな。そこ出てくるでしょ。うまくかな。オッケー。よし、これでオッケー。ふぅ、なんとかなった。よし、これで終わりです。じゃなくてセラファイト。あのクズを吹っ殺してやろう。セラファイトも罵ったりするんだ。初めて言ってた。かわいい。ここね、ほんとね、増援呼ばれたらすっから怖いんですけど、こうやってステルスで行くと、はい、このような感じでやれちゃいます。ちょっとあそこのやつから、いや、回収できるかもしれんから、ちょっともらいに行ってみようかな。変な落ち方したくないんだけど。はい。ここ結構やーんじゃね？俺のしくじったやとか。終わる。よし、もらえるもらっていこう。よし。なたか。いや、こっちの方がいい。ああ、俺の、
俺のもう壊れかけのあれやな。壊れかけの武器やな。まあでも、まあいいか、もらっとくか。こっちいいか。まあせっかくなんで、ちょっとアイテム回収していきます。さて、まあある程度回収いたしました。あ、この回まだ見てなかったけどね。上がってきたね。さあ、じゃあ行き先は、あっち側なんですけど、こっち側からでも行けんのかな？登れんのかな？登れはできねえか。こっから上がるしかないか。さあ、じゃあ登っていきましょうか。はい。じゃあ行きまーす。コイン。アイテムがあります。使ったものは回収できるみたいな感じかな。はい。じゃあ行きましょう。よっしゃ、ゲッツ。次はどっち行くの？ああ、また上でしょ、うん、上でしょ。ここには、あ、ありますね。サプリメントもある。もらえるもんちゃんともらっていこう。ご褒美ですね。先ほど全部ぶっ倒した。へえ。どうした？持てないでしょ。これですよ、これが。よし、これこれ。持てないものが多い。さっきの入ったとこ、入ったとこだね。入ったとこだね。オッケー。さあ、もうこんなもんかな。じゃあ行きましょう。まさかエレベーター？うん。うん。ねえ、扉下ろして。じゃあこれ下ろしましょう。教えてあげようか。勘弁してよ。恐怖のいい部分だけ考える。いい部分。そう、早く走れるようになる。集中力も上がる。やば。痛みも弱まるでしょ。嫌な予感がすると手に汗がにじんでドキドキするでしょ。強くなっていることの証拠だよ。そんなこと言われましてもみたいな。体がこれから起こることに備えてるって思うよ。弱き時こそ誠の力を見出せる。お前メンタリストなれよ。修行の成果ですかそれ。じゃあ行きましょう。開けて早く。さあ行きまーす。預言者の言葉なんかあるかな。うん。おお、ボーガン。罪深い昔の世界のものは禁じられてんでしょ。あるある。でも例外もあるんだ。特に兵士ならね。すごい。で、ここにね、遺物。はい、このチャプター最後の遺物ですね。はい。うん。休戦協定が破られたという。はい、戦うぜみたいな感じ。預言者のお告げで殺されそうになったってのにまだ信じてんの？あのお方のせいじゃないよ。本で暴力は進めてなかったし、みんなにそう言ってやれば。人を吊し始めたのはあのお方が亡くなってからだ。お方の言葉を誤解しているんだ。本読んでみて。本読んでみて。僕こんなに広い何もないんかな。れる？ダメだね。無理だね。何もねえわ。うん、ここはね、何も見つけられなかったか、多分ないんだと思うんですけどね。はい。ここも置いてはなかったような気がしますね。どっかね、あのね、一箇所はあったんですよ。歯車、ネジが置いてあったところが、じゃなかったか。もうちょい先かな。上上がってからかもしんないね。風が強いね。ちょっと散策しながら行っておりますが、まあもう、ね、そろそろ終わりますんで。これが橋だよ。クリア橋だよ。ついてきて。はい。やばい。ゆっくりね。
私には無理だってば。無理だってば。見た目ほど怖くないから。いや、やべえよ。それ超やべえよ。じゃあ渡ります。ああ、死んだ。死んでねえわ。よかった。落ちちゃったわ。もうどっから、どっから、そう、階段か。あれ、どこだったかな？ネジがね、回収できるとこあったんですけどね。まあ、先だったかもしんない。うん、待ってくれてる。優しいレブ。はい。何しとんだよ。下手くそ。上がれた、よかった。ちょ、なんかね、止まるんですよ、途中で。止まっちゃってね、おかしくなっちゃった。言い訳ですけども。はい。みんなよくここ渡るの？ああ。嘘ばっかり。嘘ばっかり。嘘じゃない。まあ、みんなってわけじゃないけどさ。嘘でしょ。とにかく下は見ないで。はい。わかりました。もう今までみたいに落ちませんので、大丈夫ですよ。もう無理。うわお。ねえ、平気？平気なわけねえだろ。誠の力を待ってるとこ。ナイス、ね、ナイス。別に。あぶらぶらぶら。そういえば友達のオーウェンと何かあったの？ちょっと今その話。だって気まずそうだったし。いいから言って。ああ、ここがあったかな。助かった。助かったね。あのお方のマークついてる。やったー。ちょっとゆっくり感動させてくれない？ここで行こうってなるんですけど、こっちが行きます。で、この先はね、いいから抱きしめさせて。なんで？ここなんで？11もありますよ。それが分かり、すぐ抱きしめたくなるとは。まあ、かわいいやん、デブちゃん。ういー、あれね、殺菌と結構な量のパーツなんで、あれでしたわ。あのために無駄にさっきまでうろちょろしてました。デブ、あんた正気？これだぜ、橋。大丈夫だよ、僕だけ見て。いや、無理だろ、お前。最悪だよ、お前。これ結構ね、微妙に斜め向いてるんで、難しいんですよね。バランスを取りつついきましょう。あんた、なんで怖くないの？預言者のうんちくはなし。高いとこは全然怖くない。すげえ余裕だな。何が？海、犬も。犬も怖いね。うやべえよこれ。ほら、うわ、勘弁してよ。もうすぐだよ。怖っ、ね、怖っって言っちゃった。病院が見えたよ。病院そこだね。無理、ありえない。僕を見て。あいつなんであのぴょんぴょん言ってんだよ。私には無理だってば。無理じゃない、無理。大丈夫。アングルもうまくやりながらいけ。誠の力をお与えください。あともう少し。危ないよ。いけるよ。コントローラーね、プルプルしちゃったりするんですよ。最低だわ。もうちょっと。こんなと生かされるとは。行こう。クラクラする。クラクラする。捕まって。早く。いや無理だろ。お前ではあげらんねえだろ。落ちちゃった。すげえ都合よくプールあってよかった。やばかったな。平気。ちょっと待って。お願い。わかった。オッケー。行こう。荷物も多いしな。風に当たるとでかいからな。
戻れへんやねんけど、こっからパッと。はい、というわけで、次はね、わかんない。わかんない。その顔。ここで会ってその顔。来るのは初めてなんだ。その顔ないやねん。足を進めば建物の裏に行けたけど、ここは来たことない。そうか。だったら、自分たちで道探すしかないね。はい、というわけで、この辺にしたいと思います。次回この続きからやっていきたいと思います。パテモス競売でございました。ご視聴ありがとうございました。